どうだ、跳躍には慣れ、めまいやえずきは正常な反応だ。俺は和気あいあいとするのは好きじゃない。それに列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境はベルトさんはそう考えているのか。ああ、正規が遭遇、暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときはお前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的は、ヤリーロ6にある性格を見つけ出し、正規に対する妨げを取り除く。そうだな、わかった。お前は先に美月を探しに行け。話してき、ありゃ、炭鉱はいつもクールに振る舞っているから緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテ、じゃ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でも、うちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直、ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした？俺の顔に何かついてるのか？ううん、今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して、ヤリーロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリーロ6。全部雪だね。人の真似しないで。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。大気庵競技場に穴を開けたこと、自分の口で言うか、それとも俺が？その話はやめよう。
とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題ないって。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら三人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の六層票がある。それから炭鉱は、なんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。それは保証できないかな。行こう、勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。ここはまだ侵食を受けていないが、烈海が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界にとてつもない影響を与えたんだろう。後悔しても遅い。誘ってないけど。それ。自分の意志で。後悔しても遅い。うちなかなかやるじゃん。始めようか。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。おい、隠れてないで出てきたら。そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あー、でも皆さんが悪いわけではありません。で、ジェパード様はどちらに？誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？僕は散歩公式と申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしても
こんな雪の中で生きた人間に出会うとは。あ、僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。ひどい。わかりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はな。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。あー、でも手短にね。シルバーメインに気づかれてしまいますから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が利かない連中で、僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、そのすべてに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。あはは。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで、大したことはしていません。攻めるなら、あの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。と、七つ目のルールは、足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず、追っ手を振り切ることが。これは？おっと。先ほど話した手を貸してください。どうも。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。チャンス、ここは任せた。友よ、ちょっとあんた、やった。ん？怖くないよ。うちの出番。即戦即決で行こう。それ。騒ぎを起こしたくはない。
生死虚実、一年のまなり、同天元家、聖武一角。はっ、うん、怖くないよ。誰かな。ついてないね。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。リュウ、はじめよ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。この機会を逃さないで。私はジェパード・ランドゥー、シルバーメインの受衛官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。下手に動く。星の祝福をあなたに。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。あんたの番だ。集中しろ。恐れることはない。逃がさない。誘った覚えはないけど。はい。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。揺らぐことなし。来ないで。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。争いに意味はない。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。た生死虚実、同天元家、聖武一角。誘ってないけど。それは。後悔しても遅い。たまには真面目。うちのとっておきを食らえ。礼儀がなってないわ。即戦即決で行こう。ソンゴの名のもとに。青髪の主犯は。申し訳ありません、長官。
見失いました。構わない仲間。なんだ、あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ、本当に仲間じゃないんだもん。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じたうちがバカだった。私は自衛官で仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。写真？あ、頭いいね、ナイスアイディア。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロ6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ、俺たちが住む場所なのか。はるか昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいた。しかしこの者たちは、これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実な、この者たちを大守護者様のところへ導くのがよそ者よ。ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ孫悟の都。寒くなくなってきたね。君たちが今立っている地はベロブルグ、最後の砦。700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が、堅強な剣僧者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、何か。そっか、じゃあ何。君に聞かれたからだ。町の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、裂海から現れたものだな。知っているのか。そうだ、寒波以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら、君たちの意見を聞かせてほしい。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓。人類の救世主だ。寒波が来る以前から、剣僧者たちは世間からの疑いの目や嘲笑に耐え、この地に鉄壁を築き上げた。剣僧者たちは孫悟の愛用、クリフォトの名をこの城に名付けた。
彼らの導きのもと、人類は外部からの攻撃を、寒波を防ぎ、今も劣化をはじめとし、この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣僧者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。現代の守護者はカカリアランド様。都市でし、おう、これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。え、もう会うの？先に。時間の無駄だ。誰も気にしない。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存。しかしこのような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、3名のよそ者を連れてまいりました。使者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード。貴様も下がってよい。ようこそ寒波の向こう、いいえ、天涯より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリアランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。剣僧者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔、寒波が訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で、我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、剣僧者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。俺たちがここに来たのは、性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質。その出現は厄災を意味する。先ほどあなたは、反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく、寒波が訪れた。そして寒波と同時に、劣界という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。性格が埋め込まれた世界には劣界が現れる。そして性格はそれぞれの星に適応した異なる災いを生み出すの。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だが、たとえ本当に性格というものが存在し、災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど、私は甘くないわ。おっしゃる通り、
俺たちがこうして協力を求めているのは、両者の利益が一致しているからです。性格さえ片付けちゃえば、あんたたちの世界も安全になるはずだから。あなた方には、その性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました。信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星。さあ、今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送りあなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たち。正直ここまでうまくいくとは思わなかったよ。それじゃあ僕は。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだ。先に常冬の日を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランド。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思う。あまり近寄らないように。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。見て、あの氷像の形変わってるね。この町と妙に調和してるって感じ。どんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだ。それもそっか、この町って結構あったかいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。ちょっと行ってみ。まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラギア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラお姉さん。ではご覧ください、こちらが常冬の日です。偉大なる剣奏者を記念するために建てられました。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し壁を築き上げ、
ベロブルグを建立したおかげで人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお彼らはこの町を管理しておられるのです。常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという謙遜者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという謙遜者たちの精神を象徴しています。素材のことですか？色を変えた地髄です。地髄の色は加工時の温度に影響されるんです。謙遜者はアイオーン、クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。つまり謙遜者はベロブルグの礎であり救世主でもあります。その質問は研究部の専門家たちにした方がいいですね。寒波はただの自然災害ではないようです。100年前の気象記録でもその発生原因は説明できませんでした。子供たちは他に聞きたいことはありますか？ゆっくりでいいですよ。カラクリ工房パーペチュアル到着。あれ、ジェパードはここで公演があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。じゃあ見たかったのに。ところでさ、あれ見て。さっきから突っ込みたかったんだけど、この街って変じゃない？なんで金付きが家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたらこの町の謙遜者たちは随分単純な思考回路してるみたいだね。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな金付きで防げるものではない。壊れた金付き相手に結構喋るじゃん。かっこいいお姉さんだ。そう、触ってみればわかるよ。冷たいから。これから修理しようと思ってたんだ。自己紹介がまだだったね。私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの金付きに興味が湧いただけで。金付きに興味？普通の地髄暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。初めて？あ、わかった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。さあさ、金付きのことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。あんたたちが見たのはベロブルグで最も一般的な地髄暖房だ。見た目は素朴だけど人々の命を保証してくれてる。
外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃ、ベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで、全部地髄がエネルギーを供給してるんだ。地髄はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは、上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど、とっくこんなこと言ってどうすんだか。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば、加熱器は鍋の下にあるかまどの、なんかどこから突っ込めばいいのかは、火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば、加熱器は鍋の下にあるかまどの火ってこと。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。気にすんなって。初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私も嬉しいからさ。ところで、あんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？手工芸だと思えば面白いよ。よし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。いいね、手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。冗談だって、真に受けないでよ。私は別の仕事があるから、他のところも回っておいでよ。からくり工房はいつでもあんたたちを歓迎する。もちろん買い物してってくれるなら大歓迎だ。
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。言ってた列界に汚染された路地ってあそこのこと？こんなに町の中心に近い場所にあるなんて。このまま放っておけば近くの店やホテルはすぐに営業できなくなるんじゃないか。下がれ、これは最終警告だ。しかし私の資産証明書が全部中に。まだ何も。列界が町を侵食している。喧騒者に物資奪還を申請しろ。ここはシルバーメイン以外立ち入り禁止だ。列界の侵食が町中まで広がってるなんて。あの路地通りで兵士だらけなわけだ。本当にね。でもうちらが来たんだもん。性格さえ封印できればきっとあの人たちが苦しむこともなくなるよ。おじさん、残念ですが諦めてください。外縁通路は今非常に危険な状態なんです。これもあなたの身の安全のためですから。資産証明書をなくしたら死んだも同然だろう。どけ、入らせてくれ。寝たいよ。Thank you.
よし。へえ、綺麗なロビー。今夜はふかふかなベッドとポカポカの枕だ。後で枕投げしない？するでしょ。このホテルの枕ならきっと羽毛だと思うんだよね。美月、クリフォト城にいるとき。ストップ。言いたいことなら分かってるって。どうせ美月喋りすぎだとか、美月他人に俺たちの目的を明かしてどうするとかでしょ。はいはい、了解。だいたいあんたたち二人が回りくどい話ばっかりするからじゃない。でもほら、いい結果になったでしょ。貴賓扱いされてるし、超豪華なホテルに泊めてもらえるし、現地政府の支援まで受けてる。今回の開拓任務も順調に進むと思うんだ。いや、その話じゃなくて。じゃあ何？クリフォト城にいた時、あの大守護者に何か感じなかったか？もちろん。うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。おかしい？普通の女の人だったよ。最初はちょっと声をかけづらい人かと思ったけど、ちゃんと話してみたら優しかった。ただあの人の目、見透かす力があるというか、つまりうちらと話してても遠くにある何かを見てたような。ああ、俺も同感だ。あの部屋にいたのは俺たちだけじゃなかった気がする。その言い方、急に怖くなってきた。それじゃ炭鉱の目はごまかせないよ。俺の考えすぎか。手を貸すという約束、守ってくれるといいんだが。早く休もう。明日の話し合いのために気力を養っておけ。まだやりたいことがあるのか。明日は守護者との面会があるんだ。
散策する時間はないぞ。長い一日だったよ。ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。おやすみ。早く寝て体力を温存した方がいい。これからの…じゃあうちは部屋に戻るね。列車が消灯するのじゃ。外にシルバーメインが集まっている。うちらの迎えにしては空気が重すぎじゃない？それは盲点だ。とりあえず会いに行ってみよう。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。くれぐれも妙な真似はするなよ。うちら何か大きな事件に巻き込まれたわけじゃないよね。あれ、あんたは昨日クリフォド城にいた。私はブローニャランド
シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により、反逆を目論む罪人を逮捕する。大守護者代理として、あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。以上、無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。待ってよ、昨日の話と違うじゃん。今日の面談で重要な話をするって。これは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？三つも星を渡ってると似たようなことが起きるんだね。それはお前がいつも急に熱くなって計画もなしに行動するからだろう。うちも成長したよ。今だって計画を考えてんの？計画…経緯…そうだ、二人ともあそこの路地を見て。あそこは烈海の侵食によって封鎖されている。なるほど、確かに実現可能な計画だな。美月、逃げる準備だ。え、本当にいいの？適当に言っただけなんだけど。小市美穂さん。列車組の合図だよ。1まで数えたらうちと一緒に走ってね。訓命無理。おい、何をブツブツ言っている。おとなしくついてこい。一位先進。烈海へ飛び込むなんて自信過剰なのか、自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は正しかった。失踪か死亡と報告しましょうか。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。封鎖エリアに飛び込んだとしても追撃を止めるわけにはいかない。生きていようが死んでいようが、私がこの目で確かめる。承知いたしました。私が今できることは、ベロブルグを脅かす悪党の駆逐、それだけだ。あいつら怖くて入ってこれないんだ。これで自由。ざまあみろ。うちらを捕まえるなんて100年早いんだよーた。なーに、みんなのおかげだって。シルバーメインは不意をつかれただけだ。すぐに追ってくるだろう。道に沿って進んで安全を確保してから。どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして。人が寝てる間に奇襲なんて。後悔しても遅い。うん、怖くないよ。うち、なかなかやるじゃん。リュウ、始めようか。
争いに意味はない。やった。後悔しても遅い。誘ってないけど。ついてないね。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。生死虚実、一年のまなり、同天元気、勝負一角。ついてないね。即たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。始めようか。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。後悔しても遅い。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。他の方向から回ってきたんだろう。正面衝突は避けよう。待って、他の方向、正面衝突は避け、
直接開けられないみたい。確かに、セーバルの鉱を急いで解除しよう。そういうことだったのか。怖くないよ。この機会を逃さないで。生死虚実、一念のまなり。同天元家、聖武一角。痒くもない。騒ぎを起こしたくはない。礼儀がなって。過ぎ去ったことは重要ではない。待って、正面衝突を。後悔しても遅い。やった。それ。リュウ。ルールは破るためにある。過ぎ去ったことは重要ではない。旅をしている甲斐がある。この門は何の装置もないね。あ、あそこじゃない。モンスターが装置の近くを。後悔しても遅い。たまには真面目。うちのとっておきを食らえ。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。
それどころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。列界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり、武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明があるはずよ。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。俺たちも納得できない。昨晩守護者様はあなたたちを調査した。そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで、真の狙いはベロブログにおける喧騒者の管理体制を破壊することだと。はあ、影日向のあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは絶対に捕まるわけにはいかない。逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。やった。怖くないよ。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。ないね。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、聖武一角。誘ってないけど。うちの出番。仕方ない。私自ら悪党どもに制裁を。はっ。いや、ここへ。下手に動くな。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。はっ。退きなさい。やった。それはは熟した。た
まには真面目にうちのとっておきを食らえ。生死虚実、同点元気、超無一角。ついてないね。ルールは破るためにある。後悔しても遅い。やっ、礼儀がなってないわ。それ全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。始めようか。はっ、痛くもかゆくも逃がさない。進軍、騒ぎを起こしたくはない。即決で行こう。なんか誘ってないけど誰かな。はっ、そこまで。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。始めようか。生死虚実、同点元気、超無一角。はっ、退きなさい。礼儀がなってないわ。それ誘ってないけど。リュウ。いや、そこまで。あっち行って。ねえ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。日は熟した。やっ、生死虚実、一同天元家、超無一角。はっ、うちの出番。騒ぎを起こしたくはない。退きなさい。誘ってないけど。それ。リュウ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。あの子、なかなかやるね。ねえタンコ、あんたのとっておきでも使ったら。その役はお前に譲る。チェ、つまんないの。降伏しなさい侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。
この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。じゃあ下層部の民たちは？彼らは軽装者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。そうだと見たはず。我々の約束した世界にはしばしの誤解が永遠の繁栄をもたらす。そなたが決めるのだ。我々はそなたの選択を尊重する。わかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです？普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね。散歩コース機連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたのでついうっかり。何を考えているの？上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら。今でも十分目立つのにそんなに遅延に狙われたいの？そんなこと言わずに、僕は友達を助けたまでです。それに遅延も、僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの？おっと、それは事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。下層部が封鎖されて十数年、子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら、遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ。今探しに行きますから、僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？ええ、ずっと性格やら願望やら叫んでたわ。わけのわからないことばっかり。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。こんにちは。礼儀正しいのね。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行くけど。
散歩からは気絶したとしか聞いてないわ。多分また彼の小道具か何かのせいでしょ。診察結果を見る。散歩から聞いたわ。心配しないで、シルバーメインは地下には降りてこないから。地上と地下が隔離されてからもう随分経つの。地下が最も、でも喧騒者が下層部を封鎖した理由は誰もわからないし、急に封鎖が解除される可能性もなくはない。本当にそうなったら君たちは遅延の夢を叶えても同然よ。それならいいわ。正直君たちは気絶してただけで、私は何の処置もしていないから。でも散歩にはちょっと大げさに言ってるの。私にいろいろ借りがあるから、この木に薬を持ってきてもらおうと思ってね。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は、もう一人のジャジャウマ娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、彼が出かけた隙にいなくなったわ。さあね、ミステリアスな人って感じかしら。売人と自分で言ってるけど、地下に売り買いのあるものなんてないでしょ。急ぎで必要な薬品を取ってきてもらったり、遅延のためにも働いていたりする。少なくとも悪意はないみたいね。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増してるけれど。お礼なんていらないわ。治療は医者の使命だから。ナノや炭鉱と合流しないと。どこから探せばいいかな。地上と地下が隔離されて随分経つのに、よそ者の君たちが突然現れるなんて。どうしたの？じゃあ気をつけてね。約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終教えてね。一部始終？どういう意味？全部、始めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。うん、私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし、決まり。じゃあ始めよ。あれ？あんた、いつから来てたの？
別にうちがかくれんぼしたいわけじゃなくてね、実はうちが目を覚ましたら、お医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて、知りたいならモグラ島に入れとか、だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて、これでわかる？来たからには付き合ってもらうよ。あんたも一緒に遊んで。ちょっと、いつまでこっそり話してるんだよ。モグラ島の時間は貴重だって言うのに。貴重だって言うのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか。いいよ、行けないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら頭悪そうだし、先に練習しませんか。ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する。私が隠れるから、お前ら二人で探して。子供に舐められた。この、覚悟してなさい。ルールは簡単。隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。始めるよ。50まで数えてから目を開けて。絶対ズルをしちゃダメ。47 48 49。もういいかな。お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の練習記録を破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの。仕事が終わった。捕まっ、私を本当に捕まえたいなら。何してるの。引っか。どこ行くの。こっちこっち、そう遠くまでは行かないはずだから。逃げないで。捕まえたよ、フックちゃん。くそー、モグラ島の親分の私が悪党どもに捕まるなんて。殴るなり懲らしめるなり勝手にしろ。急に一人芝居を始めちゃったよ。なんか違うと思うんだよね。あそこのあいつずっとうちらを睨んでない。
フクちゃんたちと遊んでる最中だけど。うちの勘が教えてる。嘘つけ、こんなに年を取った8歳なんてどこにいる。もういいでしょ、声でバレてるよ。しくしょう、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が。いや、あんたの変装ってほぼ…ごめんなさい、フックの親分。くそ、ジュリアンの変装を見破るなんて、どこの誰なんだ。ひじ長目、短大新章の人といえば、うちのことだよ。熟語ぐらい当たり前でしょ。どう、ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる。モグラ島の親分たるもの、言ったことは必ずやる。黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？ファイトクラブの話に触れないこと。何の内緒話？あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな。あんなに目立つ建物もわからないのか。大人って頼りないな。私についてきて、案内するよ。サンキュー、フック様。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんなあそこ着いた。ここだよ、ここ。私はボクシングに行くから、中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張り。でも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。ふふん、地下は全部モグラ島の縄張りだ。あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら、私のとこまで来て。おい、そこのチケットはいらねえか。姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総流。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は、感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバラオグさんに参加を。他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な総流が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが。では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な総流とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。うん、起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、大
だが、総龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ、彼らの拳とロボットの鉄の皮。お前らが来なくても。ほんと口下手なんだから。争いに意味はない。た、うん、怖くないよ。それ龍始めようか。騒ぎを起こしたくはない。やっ、ナイス。勝者は冷徹な総龍、そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。諦めた。確かにセンス悪すぎ。あ、見て、散歩だ。追うぞ。どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足。でたらめ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が、あ騙すだなんて聞くに耐えませんね。初めて地下を訪ね、無一文のあなたたちに友達になったからには最後まで責任を持って助け出す。その上未来まで考え、ここに連れてきたのはどうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが。いいでしょう。無料で手を置か、誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のニーズがあるからでしょうか。こちらのお兄さんから聞きました。ファイトクラブで優勝すれば手がかりを入手できると。あ、そうですよ。優勝すると名を広められる。名を広めれば遅延に会える。もちろんただではありません。しかし理由がないなら探せばいい。正直に言ってこの世界で生きる術を一言でまとめると、ニーズを探すことです。ニーズが分かれば方法を考え出せる。十数年も封鎖された地下で座して死を待ちたくない者がいるのも当然でしょ。
僕が言うなら、バカ、地下の秩序を保つために自発的に組織された子。でも舐めないでくださいね。達人は野にありという言葉を聞いたことはありますか？ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば、僕のビビたるメンツもここから来ています。
よし。
Oh.
よし。Oh.